どうも、ゆうたでございます。今回はですね、賢者タイムあるあるつまりですね、この動画は広告を剥がされるのはおろか、年齢制限がつくかもしれないので、この動画を見れた人は、まあどちらにしろラッキーでございます。本当にね、僕が初めてした話とか、年齢制限かかったんですよね。直接的な表現は避けて話したのに。そんな風に YouTube 様はですね、相変わらず厳しいんですよ。しかも最近なぜか知らないけど、YouTube 様ね、僕のサブチャンネルの収益も剥がしに来るっていうね、全く下ネタ話してないのに。そんな状態で、どんどん厳しくなっている YouTube で、このテーマを使う俺には勇気があるということでみんな称賛してくれよな。それは置いといて、今回はですね、女性の皆さんに賢者の時間とはどのようなものかっていうのを知ってほしくて、このテーマを取り上げさせていただきました。どうも、編集中のゆうたでございます。この動画で女性向けに動画作りましたっていう風に言ったじゃないですか。で、本当にそうやってね、女性向けに作ろうと思ったんですよ。けどね、編集中に、こいつクソキモい下ネタめっちゃ連発するやんって思ったので、これ多分男子にしかわかんないと思うので、女子禁制とさせていただきました。で、一応賢者タイムの仕組みとかを話してるから、そこで、動画やめてね。あるあるのところは見ないでほしい。今後の俺のためにも。そんぐらいキモいんだわ。今もキモいけど。でですね、中には、賢者の時間って何って思う人がいるかもしれないので、これをね、簡単に説明させていただくと、プロレスをするじゃないですか。で、プロレスをした後に、男性っていうのは力を出し切りますよね。この力っていうのは目に見える液体のものなんですが、この力を出し切った瞬間に、ドーパミンっていう物質の分泌量が下がり、そしてプロラクチンっていう物質の分泌量が上がるんですよね。このドーパミンっていうのは、快楽増進の作用なんですよ。つまり、プロレスをやっていけばやっていくほど、わっしゃもっとやりてえみたいな感じになるのがドーパミン。それが下がるから、一時的に、プロレスが終わった後に、ああ、もうちょっとやりたくないわってなるわけですよね。プロラクチンっていうのは、これが興奮抑制を促す物質って言われてるんですよ。だからプロレスが終わった後に、最初は、おっしゃ、こいつとやったるわみたいな勢いだったのに、それが終わった瞬間に、脳みそで、まあまあちょっと落ち着けよ、水でも一杯どうぞみたいな感じで落ち着かせるような物質っていうことですね。これらの物質が働いてるから、さっきまでは男はめちゃくちゃ気分が高まっていたのに、ジェットコースター張りの勢いで気分が下がるっていう。これが賢者の時間なんですよ。この下がって、地について、このビターってなって地面をこのね、張ってる時、これが賢者の時間です。この賢者の時間っていうのが脳内疲労がすごすぎて、どのぐらいの疲労感が体を襲うかっていうと、フルマラソンを完走した時と同じぐらいの脳の疲れがやってくるって言われてるんですよね。そんな風に男性には付き物な超過酷な時間が賢者の時間なんですよ。やっぱその賢者の時間の中で女性にしてほしくないこととかしてほしいこととか、男性がどんな風に思うかっていうのは決まってきてるところではあるんですよね。だからあるあるっていうのをやらせていただきました。ということでやっていきましょう。まずあるある一つ目、無理やり甘々タイムに乗ってあげる。なるほど、演技タイプですね。これは賢者の時間って結構何種類かあって、そのうちの一つが演技タイプなんですよ。演技タイプっていうのは、相手がね、彼女とか好きな人に発動する時があって、もちろん賢者の時間に気分が下がって関わりたくないわみたいな感じになるのって当たり前のことなんですよ。けど好きな人だし、相手はめちゃくちゃ甘えてくるから、それに応えてあげなきゃなっていう風に自分を奮い立たせて、まあ奮い立たせるって言ってもね、息子は全然奮い立たないんですけど、そんなこと置いといて、ちなみにこれ相手が付き合ってもない好きでもない相手だったりとかすると、もう速攻で寝かせてくれってなるので、甘々タイムされると地獄だったりとかしますよね。人数分解する余裕が出てくる。なるほど、集中タイプや。これ僕ね、共感できないんですけど、中には集中タイプがいまして、ちなみにこの集中タイプとかそういう言葉作ってるの今作ってますからね。全集中、賢者の呼吸ですよね、本当に。それでね、一気に因数分解をしだすってね、意味がわかんないこと僕言ってますけど、なんでしょうね、本当に意味わかんないこと言ってるよね。どうしよう。我慢してフォナキンした後の賢者タイムほど病むものはない。わかる。フォナキンは絶対一度は通る道だと僕思ってるんですよ。だってフォナキンするとモテるとか、フォナキンすると筋肉がつくとか、そういう話ってたくさんあるから。ちなみにあれ全部嘘なんですけど、1週間我慢したのに、あと1日で1週間我慢したことになるわって思ったその日にしない。悟空で言うと、この元気玉をあともう少し貯めて放てば魔人ブーに勝てるっていうところで、まだ中途半端な状態で我慢できなくて投げちゃって、後々後悔するっていうね。魔人ブー倒せなくて、あるじゃないですか。男性にはピストルがあって、ここにね持ち手があって、その持ち手に弾が溜まっておくわけですよ。でね、前段ね貯めようとか思ってもね、3発ぐらい貯めたあたりでも撃っちゃうっていうね。そんなね状態でございますけどもね。ちなみにこれ、リビングに親います。お気に入りのアニマルビデオをブックマークから消して次回公開する。超わかるんだけど、賢者の時間になるとさ、基本的にさ、おかずとか絶対に消すんだけど、一日だけ頑張ってこのおかずは良かったから、とりあえずブックマークつけておこうみたいな感じでブックマーク残しとくの。けど急に女絡みとかが増えてきて、いやこれ見られたら恥ずかしいよなって思って、そのブックマークから消すんですよ。けど女絡みがまたなくなって、それで探してもアニマルビデオって山のようにあるから、その山から探すのって難しいから、超後悔するっていうね。もうなんであんなことしたんだよっていうね、本当にそういう状態ですよね。女性の皆さんわからないと思うので例えると、元彼からもらった思い出の品をメルカリに売らず捨てた時と同じぐらいの感覚です。メルカリで売ればお金というものが入ったので。
ブックマークから消さなければ快楽というものが入ったのに。俺今罪悪感なくすために YouTube 見て気を紛らわす。俺東海オンエア見るんだよな、そういう時って。超わかるんだけど、絶対にカップル系 YouTuber 見れない。あと女性 YouTuber も見れない。とにかく男感が出てる東海オンエアを絶対見る。あ、じゃあ、決めた。これから皆さんね、賢者の時間で罪悪感がね、出ると思うんですよ。なんてことしてしまったんだろうみたいな風に思うかもしれないから、みんなこういう思いをしてるんだって思うためにも、この動画見に来てください。それでは次、ちょっと待っててくださいね。一旦、その時使ったおかずを見たくない。かっこいい。来た道は戻らないみたいなね。来た道は戻らないのが男だと。そんなようなね、男の匂いがすごくしてきますけどね。多分これはね、精液の匂いでしょう。言うてますけどね。はい、すんげえキモいこと言ってるな、俺。履歴を削除して後悔する。彼女側の皆さんね、今彼氏がいます。携帯の中身気になるじゃないですか。千歩譲ってそれを許したとしても、絶対に履歴は見るな。とんでもねえのあるから。ちなみに俺最近ね、見るな。絶対に見るな。危ねえ。俺なんか俺すっげえ今やばいこと言いそうになっちゃったけど、見るな。わかったか？だけど、これも同じで、後々またね、ムラムラーっと来て、あの作品見てえわーって思った時に、もうなくなっているっていうね。桜と同じですよね。桜も4月になって咲き起こって、そしてね、一瞬で花が散っていって、形が残らない。だから美しい。だから日本人はその美しさに魅了される。それと同じなんですよ。その美しさに、息子たちは心躍るんだろうなー。第5位枠、やってしまったってのが幸福度を下げるらしいから、みんなやってるし、OK って言い聞かせる。そうなんですよね。これね、面白い研究なんですけれども、マサチューセッツ工科大学っていうところで、研究がね、論文が出されたところなんですけれども、男女を2種類に分けて、それで賢者タイムのね、後の自分たちのね、性格診断っていうのを行ったんですよ。そしたら、圧倒的にやった後に達成感を覚えている男女っていうのがね、やっぱしね、幸福度がものすごく高かったんですよね。逆に、他のところね、自分がやってしまって、なんでこんなことしてしまったんだろうと思ってる人たちっていうのは、基本的にネガティブな感情になっていて人生が破滅していくっていう時があるので、だから皆さんね、稼ぎたいとかね、そういう風にね思うのであれば、必ずですね、やった後に達成感、こういうことをやってやったんだっていう風に思うといいかもしれない。これ面白いですよね、本当に。オブラートに包むと三井住友銀行に行きたくなる。自分の性欲を預金。タバコ吸いたくなる。エモいなお前。賢者の時間をタバコ吸ってなんとかその時間をしのぐやつな。けどあれ女の子からしたらマジで最悪だし、俺本当に女の子に言いたいのは、やった後にタバコ吸う男とはマジ付き合わない方がいいような気がする。だいたいそいつパチンコめっちゃ行くから。処理するのが面倒臭くなって、あー抜かなきゃよかったってなる。おすすめね、おすすめを教えるわ。これが自分のシンボルだとするじゃないですか。これがねティッシュだとしますよね。このティッシュをかぶせてしてください。そうするとシュッて終わった後にこう拭き取れて捨てられるので、すごくおすすめですよ。行ったらタスクをすぐ消し YouTube へ。その時の作業ってクソ早いよね。パッ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 、はい YouTube 東海オンエア。その速さの世界選手権があったら俺多分結構上位いけると思う。なんか上見がち、何がわからないから上の空なんだよな。なんでこんなことしたんだろう。女性を横目に上を向いて、中にはタバコを吸う奴がいるっていうね。幼少期を思い出してるんですかね。お母さんお父さんありがとうみたいな。1回目中、2回目やろうと思うが、やっぱり失せる。心に体が追いつかないってやつですよね。自分はやる気はあんのよ。でもどうしてもね、体がね、それを拒むというか、男っていうのはね、自分の股間をコントロールできない生き物だなっていう風に思ってしまいます。だから本当に俺らっていうのは、フリーメイソンとか、そういう秘密結社、そういうのに世の中を動かされていて、そこで操られてる人間の一人なんじゃないのか。そんな都市伝説があるんですけど、そんなことはない。俺らはもう秘密結社ならぬ、チンチン系。同級生で抜いた時罪悪感感じがち。やった時に遅かったっていうね。その罪悪感で燃えるんだけど、終わった後にやっぱこれダメやろみたいな。そんな本当のエロの何もない罪悪感が来るから、それで死にたくなるっていうね。本当は賢者だけど、なぜか賢者じゃないふりをする。飲み会に現れて自分の夢を語って、あたかも俺はめちゃくちゃ頑張ってるぜアピールをするみたいな。本当は頑張ってないの。それと同じですよ。賢者だけど賢者じゃないふりをすることによって、冒険者と仲良くしようっていうね、主人公になろうとしてます。これはバカみたいに冷静。なんか知んないけど俺このバカみたいに冷静っていう文を読んで、なんか米津玄師思い出した。俺何してんだろう感半端ない。特に一人でした時やばいよな。よくよく考えてみたらキモくない？一人でしとるんよ。キモいよね。賢者タイムにバックナンバー聞いて一人で反省会をする。行きたいと思う回数が、行けないと言いたいこの棒が、君のことどう思うか教えようとしてる。行けよ。それで好きか嫌いか判断するっていう。しこった後に、あ、この子好きやと思った相手っていうのはめちゃめちゃ好きなんだと思うよ。好きな人となら賢者タイムに勝てる。これなんですよ。賢者タイムっていうのは言ってしまえばね、自分に訪れる魔の脅威と言いますか、絶望の時期なんですよね。だけどそれを愛の力で乗り越える。基本的に好きじゃない人とそういうことをしても乗り切れないんですよね。これあるあるだと思うんですよ。残酷な話ですけど、皆さんいかがだったでしょうか。学べたっていう人は高評価とチャンネル登録、どんなコメントでもいいです。本当にね、どん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 ゆうたの日記チャンネル盛り上げていってほしいなと思っております。この今動画のテンションで喋っていますが、一気に賢者の時間に入ります。3、2、1